はい、どうもみなさん、プロスプです。俺はね、フィリアは結構好きなんだけど、フィリア見るとね、結構面白いことが書いてったりするんだよ。というわけで、まあ、そんな書いてある面白いことをいろんな記事を参考にして紹介していく、題してフィリアシリーズ。今回は岡山市についてやっていきます。まあ、データとか画像は基本的にフィリアが持ってきて、それ以外のサイト見てるときは、まあ、そのサイト名書いておくんでよろしくお願いします。岡山はね、大都会岡山とか言って、馬鹿にされることが多いけど、まあ実際市単体で見たときに、岡山市の人口が71万8912人で、広島市の人口が119万5980人。まあイメージのとおり、広島の方がさ、人口多いんだけど、都市を比べるときってさ、基本的に都市圏っていう指標を使うわけだよ。都市圏っていうのは、なんかその市区町村とかの行政単位に関わらず、実体的な人の動きをもとにして作った地域の区分のことなんだけど、まあ、だから日本三大都市とかいうとき、東京、大阪、名古屋って言って、横浜とかはまあ大阪よりも人口多かったりするけど、まあでも東京都市圏の一部だから、横浜はそうそう都市としては使われないから、日本三大都市が東京、大阪、名古屋になってるわけ。まあ日本で一番有名な都市圏の種類っていうのが、まあ都市公用圏って言って、その中心都市に通学通勤する人が 10% 以上いる範囲をその一地域とするっていうのが一番有名なんだけど、まあそれで都市公用圏の人口を見てみると、岡山都市圏が152万6503人で、広島都市圏が143万1634人って、広島より岡山の方が多いんだよね。これで結構びっくりすると思うんだけど、いろんな人が。まあそれでいきなり総生産っていうのを見るとね、もう岡山都市圏は大体5兆5390億円で、あの広島どころが仙台よりも多いんだよね。岡山ばかりしたいこと多いけど、都市公用圏っていうのを見ると実は本当に大都市に近いみたいな、そういう感じなんだよね。まあそれでさ、なんでさ、岡山がこんな都市公用圏ででかいのに広島より人口が少ないかっていうと、あの昔岡山南100万都市建設計画っていうのがあって、岡山県の南部で合併して100万都市を作ろうっていう計画があったんだよ。まあそれで実際にこの計画が実現してたら、三大都市圏以外で初めて、だから広島仙台どころか福岡札幌も政令都市になってるような時点で政令都市になることができたわけで、岡山は。実際この計画はもう実現直前ってところまで来たんだよ。まあでもその実現直前ってところで合併に反対してた倉敷市長が印鑑持って東京に失踪するっていうのをやって、まあその点でこの計画は実現しなかったっていう、まあね、なかなかカオスなことが多いしね。まあそれで、まあ今も岡山は人口70万回しかいないのかっていうことをやってるんだけど、まあ、ただこういうことがあると言ってもね、実際に今広島と岡山と土地が都会かって言ったら、まあ広島の方が都会なんだよね。まあ、岡山都市圏のさ、人口が多いのってさ、やっぱり倉敷市っていう人口40万人ぐらいいる、結構でかい都市を取り込んでるっていうのがでかくて、倉敷市は岡山都市圏の人口2番目で、岡山市の3分の2ぐらいいるんだけど、あ、広島都市圏の中で広島市に次ぐ人口を持ってるのが廿日市っていうところなんだけど、人口10万人ぐらいしかいなくて、だから広島の10分の1以下なんだよね。まあそういうのはね、都市圏人口がね、岡山の方が広島より多いって言ったからって、もう岡山の方が都会にっていうことにはならないよねっていう、まあそんな感じなんだけど、まあそれ実際にね、あの 1.5% 都市圏っていう、まあ総務省が定めてる都市公用圏よりもっと広域な都市圏っていうのを、まあ 10% が 1.5% になってるか、それはでかいんだけど、まあそれは見るとね、あのもう岡山大都市圏が163万9414人で、広島大都市圏が209万6745人で、まあ広島大都市圏の方が多いと。まあだからね、今岡山と広島どっちが都会かっていうと、まあ広島の方が都会ってことになっちゃうんだよね、残念ながら。なんかね、馬鹿にされてるのに、お、都市圏人口で言うと岡山の方が多いぞって思ったら、まあ実際は広島の方が都会ですよっていう、まあ結構残念な結果だけど。まあでもね、岡山って中国四国地方におけるすごい交通拠点なんだよ。あの岡山駅っていろんな路線が集まってて、あの特急で言うと鳥取に行くスーパーアイナは島に行くヤクモ、福山に行くサンライナー、香川に行くマリンライナー、愛媛に行く潮風、徳島に行く寿司を、栃木に行く南風とね、中国四国地方のいろんなところに行く列車の出発点なんだよ。まあそういうこともあってね、東瀬戸経済圏っていう、あの岡山都市圏、高松都市圏、福山都市圏からまあ構成される結構緩やかなつながりなんだけど、まあそういうのを持ってて、まあ緩やかなつながりだから単に都市圏と比較するのは良くないんだけど、その3都市圏合計すると309万9088人になって、広島の 1.5% 都市圏余裕で超えるんだよね。なんなら札幌大都市圏も抜いて 1.5% 都市圏で日本で5番目なんだよ。実際ね、この間にの
つながりっていうのは結構深くて、もう岡山と福山は三大ナーが走ってるし、岡山と高松はマリンライナーが走ってると。特にマリンライナーってね、30分に1本ぐらいの回復で走ってるんだよね。あとね、香川大学の入学者が岡山県と香川県の入学者が同じぐらいっていう。まあだから東京と経済圏って実際に、まあ都市圏よりは緩やかなつながりではあるんだけど、かなりつながりの深い地域なんだよね。まあそういうふうにね、こういうふうに東京と経済圏っていう、まあ大きな経済圏を引きずりて、まあ中国、四国地方か各都市からのアクセスがいいっていうところで、まあ道州制っていう、まあ都道府県を合併してむちゃくちゃでっかくして道州にしようっていう、まあそういう、ざっくり言うとそういう計画があるんだけど、まあそれで中国四国州っていうのができたら岡山が州となる可能性は十分にある。実際にね、岡山市もね、そういう風に計画してるらしいから、まあもし道州制が実現して岡山が州となった場合、まあ、間違いなく中国四国州の政治の中心は岡山になるわけだし、広島を抜くっていうこともあるかもしれない。はい、というわけで今回はここまで。それではまた今度。